住吉大社おたうえ神事。住吉のおたうえは、大阪府大阪市住吉区住吉の住吉大社に伝わる民族芸能の伝学である。稲作の歴史始まって以来、他の神を祀る田植え行事は、日本の全国各地で行われているが、中でも当社の歌は、神宮皇后が水田を設けたことに始まるとされ、五穀法上に関わる神聖な行事が現在でも、 厳格に伝承されている。母なる大地に植わられた稲の苗には強力な国霊が宿り、田植えに際して音楽を奏で歌を歌い踊り山舞を演じるのは、水田や植えられる苗に宿る穀物の力を増すためのものと考えられ、穀物が豊かに育ち稲穂が十分に実る秋を迎えるための儀式として厳かに取り行われている。このお田植えは、 現在は6月14日に模様され、当日の午前、神館で、上目や、地後、ゴミノルジョラが衣装を改め化粧を施し幹をいただく、粉退式と大佐かずき式が行われる。ついで石舞台において神事に奉仕する全員が、終罰を受け、第一本宮で神事の報告祭を行い、学人、八乙女、ゴミノルジョ、上目、かえ上目、地後、風流武者、 住吉踊りの踊り子などが行列を整えておたえ、向かう。その後、ご神髄をおたの四方に注ぎきめ、さなえの授受が行われる。上目から下上目に、さなえが渡されると田植えが始まり、その間、舞台と田のあぜとで八乙女による、玉井、風流武者が、紅白に分かれ、陣金、太鼓、ほら貝を鳴らしながら六尺棒を打ち合う棒高専、長井の傘を開いて持つ、 おとと踊りの歌につれ、菅傘をつけた創業の子供たちが、うちわを打ちながら、傘の周りを踊り回る、墨吉踊りなど、様々な芸能が奉納される。1979年2月3日に、重要無形民族文化財に指定された。ありがとうございます。